らなかったらやばいぜ。こいつを売ってくれるのか。ありがたい。これであの子の薬が作れるぞ。なあ、ちょっと待ってくれ。こいつも受け取ってくれないか。大したもんじゃないが、お礼の印だ。帝国軍？なんで？作戦は予定通り進行している。期待するぞ。兵隊の連中、飽きもせずよくやる。ここの人間には答えるんじゃないですか。なんせ戦闘機見るのは初めてでしょうから。かもしれんな。行くぞ。調子はどうだ？お前さん、このでかい銃どこで手に入れた？渓谷に落ちてたんだ。持ち主の死体も一緒だった。そうか。まあハンターらしい最後かもな。よう。
毎度。ハンターのエッジってのはお前が？ああ、そうだけど。お前に預かりもんだ。ほらよ、新政府の通行証だ。ったく、いや、わかんねえぜ。なんでお前みたいなやつに。そうか、お前バイマンさんに金積んだんだろ。バイットのやつに紹介してもらってよ。なんだよそれ。第一バイマンって誰だ？パエットの知り合いか？なんだ、知らなかったんだ。あいつの親父だよ。新政府じゃ司祭の次ぐらいに偉いんだぜ。そんな人がどうして？さあな、俺は頼まれただけだからよ。そうだ、伝言もあっただっけ。話があるから新政府まで来いってよ。帝国軍じゃねえのか。脅かすんじゃねえよ。欲しけりゃ持ってけよ。
どうせ俺には使えねえんだ。実を言うとな、俺もお前と同業だったんだぜ。あんたもハンターだったのか。ああ、ラドガムのじいさんと組んでたんだ。でもあれは渓谷に行った時だったな。恒星生物の群れと出くわしちまって、他の仲間はみんな死んじまった。俺たちだけがこの町に逃げ込んだんだが、それ以来俺は銃が持てなくなっちまった。なぜだ。怖くなっちまったんだよ、戦うのは。どうしても忘れられねえんだ、目の前で食われてく仲間の姿がよ。てめえに言っても無駄か。現役のハンター様には分かんねえよな。ごめん。別に謝ることはねえよ。それにいずれ分かるかもしれねえしな。どういう意味だ。この町じゃ戦う必要がないんだぜ。しばらくここで暮らしてみな。誰だって腰抜けになっちまうさ。おやめよ、怯えてるじゃないか。誰の許しをもらったのか知らないけど、よそ者にうろうろされると困るね。なんだお前は。誰の許しを得てここに入ってきた。通行証なら持ってるよ。なんだと。一体誰が。まあいい、おおよそ察しはつく。お前を呼んだ者に伝えておけ。外との交流は不幸しか生まん。ボアズがそう言ってたとな。ここはハンターなどの来るところではないぞ。あんたは。この町の司祭を務めるダモンだ。バイマンが通行証を出したようだな。だが私はよそ者は好かん。用が済んだら早々に立ち去ることだ。
や、君は確か解放区で。なんでこんなところにいるんだ。いや、この間は失礼した。私はキトールというものだ。見たところ旅をしているようだな。これで食料でも買うといい。ドラゴンが降臨するそうだ。バイマンさんが予言なさったんだよ。これで帝国が攻めてきても安心だ。よそから物を買わないと不自由するんだよ。評議会もその辺を考えてほしいね。聞いたか。よそ、聞いた。よろしい。言われてるの。よそ者が来たら隠れなさいって。だからかくれんぼしたの。誰もいなくてつまんない。みんな早く森から帰ってこないかな。お母さんに言われて、よそ者
早速ドラゴンの力を利用しようってか。いい加減にしろよこのクソ親父。気をつけろよ。どうせろくなこと考えてないぞ。君かエッジ君というのは。まあとにかく入ってくれ。息子が随分世話になってるようだな。きちんと挨拶すべきなんだろうが、何分息が時期だけにな。本題に入らせてもらうよ。君も知ってるだろうが、この町に帝国と名乗る一団が来た。彼らはこの町を明け渡せと言っておる。ふざけた話だ。帝国の噂は今までも聞いておる。その冷酷なやり方もな、評議会でも降伏すべきという意見が主流を占めつつある。我々が戦っても勝ち目がないというわけだ。だがその帝国も敗北したことが二度だけある。あのバカ息子の言うことが本当なら、君に頼みたいことがある。そのドラゴンで奴らを蹴散らしてほしい。いや無論ただでとは言わん。聞けば息子と同じく9世紀の遺跡に興味があるとか。もし君が帝国軍と戦ってくれるなら、この町にある遺産を見せることができる。君が探している塔とやらの手がかりになるかもしれん。どうだ、頼まれてもらえんか。わかった。僕も帝国に恨みがないわけじゃない。奴らと戦うよ。本当か。いやこの町の全ての人間に代わって礼を言おう。帝国軍はウルの北西にいるはずだ。あそこは早朝霧が立ち込める。その時期を狙っていけば近くまで気づかれずに行けるはずだ。頼むぞエッジ君。ああちょっと待ってくれ。少ないが準備に使ってくれ。ただしこのことは内密に頼む。私の話もドラゴンのこともだ。
くれぐれもよろしくな。